はいどうも、ゆきともです。今回は毎週更新しています新刊ラノベの売上ランキングをチェックしていく動画です。今回の対象期間は11月8日から11月14日までの1週間となっています。ぜひ売上ランキングがどうなるのか予想しながら最後まで見ていってください。先週は妖術2年生編の最新刊が、見事2週連続1位となりましたが、果たして3週連続1位を取ることができるんでしょうか。いや、今週はね、電撃文庫の人気シリーズがたくさん発売になりますから、まあその中でね、妖術がどうなっていくのか気になるところです。それではね、ランキング結果見ていきましょう。まずは20位から11位までをサクッと見ていきましょう。第20位、初登場、電撃文庫、ユアフォルマ第3巻。電撃小説大賞の大賞受賞作品がここでランクインしてきています。なんとか初週が20位以内からのスタートとなりましたね。人の記憶に入り込み事件を解決していく SF サスペンス系の作品です。面白さ的にはもう少し上になっていてもおかしくないなぁと思うんですが、いや、なかなか厳しいですね。続いて19位、初登場、マーマレード文庫。離婚予定の契約妻ですが、旦那様に独占欲を注がれています。いや、今週も女性向けラブロマンス作品がランクインしてきましたね。いや、またもやランキングを席巻していくんでしょうか。続いて18位、初登場、マーマレード文庫。秘密の一夜で身ごもったら俺様 CEO が溺愛全開になりました。続いて17位、初登場、マーマレード文庫。お見合い相手は初恋の彼でした。愛されすぎの身代わり婚。いや、一気にね、マーマレード文庫3作品来ましたね。怒涛の女性向けラノベラッシュになっています。続いて16位、初登場、レジーナ文庫。翻訳破棄されまして、かっこ笑い第2巻。こちらはレジーナブックスから去年発売されていた作品なんですが、文庫化しての発売となっています。単行本作品の文庫化でもしっかり売れるんですね。続いて15位、初登場、電撃文庫。こんなに可愛い言い名付けがいるのに他の子が好きなの。電撃文庫の新シリーズがここで来ました。いや、なかなか悪くないスタートですね。突然言い名付けのヒロインができた主人公ですが、なんと付き合いたての彼女がいる状態から始まるということで、その言い名付けヒロインが若干負けヒロイン感のあるラブコメとなっています。新シリーズとしては良いスタートではないでしょうか。続いて14位、初登場、レジーナ文庫。転移先はクス氏が少ない世界でした第2巻。こちらも先ほどと同じくレジーナブックスから発売されていたものの文庫化作品となります。異世界転移した主人公が薬を作り出すチートスキルで、クス氏として活躍する異世界ファンタジーとなっています。異世界でこうポーションとかを使って活躍していく作品って結構多いですよね。続いて13位、初登場、マーマレード文庫。一途な御曹司の甘い策略で愛され解任花嫁になりました。今回はマーマレード文庫が非常に多いですね。続いて12位、先週4位から8ランクダウン、 MF 文庫 J グッバイ宣言。今週もランクインしてきました。3週連続のランクインですね。 MF 文庫 J の新刊の中ではかなり良い結果だと思います。やはりね、ボカロ楽曲のパワーがもう炸裂していますね。今後もこういったボカロ楽曲原案のラノベっていうのは結構増えてくるかもしれませんね。続いて11位、初登場、ベリーズ文庫。内緒の赤ちゃんごとエリート御曹司に最愛を刻まれました。いや、まだまだ女性向けラノベが入ってきますね。今度はベリーズ文庫がランクイン。やはりエリート御曹司ものは強いですね。ということでね、20位から11位までを見てきましたが、かなり女性向けラノベが幅を利かせていますね。電撃文庫の新刊が、まあ、ちょっとね、ランクインしてきていますが、まあ、全体的に少年向けラノベが少ない感じです。果たして上位ランキングはどうなってしまっているんでしょうか。それではトップ10の結果を見ていきましょう。まずは第10位からの発表です。第10位、初登場、ベリーズ文庫。お作り政略婚のはずが、冷徹御曹司はとろける愛欲を注ぎ込む。ベリーズ文庫の新刊がトップ10内にも食い込んできています。クールなイケメン御曹司に溺愛されるラブロマンス作品って感じですかね。しかし女性向けラノベの御曹司率めちゃめちゃ高いですね。続いて第9位、先週2位からセブンランクダウン、ヒーロー文庫。
異世界食堂第6巻。テレビアニメが放送中の異世界食堂が3週連続でトップ10内をキープしてきました。なかなかやりますね。アニメ化効果も出ているんですかね。来週もトップ20位以内には入ってくるかもしれませんね。続いて第8位。先週5位から3ランクダウン。電撃文庫、ソードアートオンライン26巻、ユナイタルリング第5巻。SAO の本編最新巻が、まあ、さすがに順位を下げてきましたが、結局、電撃文庫のほとんどの今月の新刊よりも売れてしまいましたね。先月発売でこの順位をキープしているっていうのは、まあさすがにやばいとしか言いようがありません。プログレッシブと合わせて、まだまだ SAO の天下は続いていきそうですね。続いて第7位。先週50位から43ランクアップ。ベリーズ文庫、政略解任、赤ちゃんを宿すエリート温存士の甘くみだらな愛し方。こちらは早売りをしてきたのか、まあ、先週少しランキングに入ってきてしまっていたようです。まあ、実質今週が初登場となりますかね。かなり良い順位となっています。続いて第6位。先週47位から41ランクアップ。ベリーズ文庫、エリート外交官の激愛、秘密の一夜で身ごもった子と愛されています。さらにベリーズ文庫の新刊が入ってきていますね。いや、もう止まりませんね。少年向けラノベの新刊はどこに行ってしまったんでしょうか。こちらもエリートイケメンに溺愛される作品となっているみたいです。続いて第5位。先週39位から34ランクアップ。ベリーズ文庫、俺様パイロットは契約妻を容赦なく溺愛する。3連続でベリーズ文庫が来ました。というかもうベリーズ文庫って一月の観光点数かなり多いですね。基本的にイケメンとの溺愛系作品って感じなんですが、各作品でこれだけ売れているっていうのはちょっと驚きですね。続いて第4位。初登場、電撃文庫。ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います。第3巻。ようやく電撃文庫の新刊がランクインしてきました。こちらは電撃小説大賞の金賞を受賞してスタートしたダンジョンファンタジー作品ですね。ギルドの受付嬢をしている主人公が最強の力で無双しながら、陰ながらダンジョン攻略をしていくコメディファンタジーになっています。それにしても大賞受賞作品のユアフォルマよりも売上的にはだいぶ上になってきましたね。まあ、ジャンルや方向性が違うので、まあ、何とも言えないんですけども、なかなかね、明暗分かれる結果となっています。そしてここからトップ3の発表です。先週1位だった妖術最新刊はまだ出てきていません。3週連続1位の可能性はまだまだあります。ただね、電撃文庫の最強ラインナップが控えていますから、果たしてどうなるんでしょうか。今週のトップ3を見ていきましょう。まずは第3位からの発表です。第3位。先週1位から2ランクダウン。MF 文庫 J。ようこそ実力至上主義の教室へ。2年生編第5巻。いやー、妖術がここで出てきてしまいました。惜しくも3週連続1位ならず、毎回2週連続1位までは行くんですが、電撃文庫の新刊の厚い壁がね、立ちふさがるんですよね。それでも3週目でね、この順位っていうのはまあ十分立派ですね。物語的にはかなり盛り上がっていますし、2年生編のコミカライズ連載も決まりましたので、次の第6巻が発売した時は、3週連続1位に期待したいですね。そしてこれから上は電撃文庫の人気シリーズが控えています。果たして1年半ぶりの新刊発売となった SAO オルタナティブが入ってくるのか、はたまた魔法科高校の劣等生が1位となるのか、まずはね、第2位の結果を見ていきましょう。第2位。初登場、電撃文庫、ソードアートオンラインオルタナティブ、ガンゲールオンライン11巻。しばらく新刊が発売されていなかった SAO オルタナティブですが、惜しくも2位という結果となりました。プログレッシブの劇場版や SAO 本編の発売もありまして、まあ、シリーズの勢いが増していましたし、ワンチャンあるかなと思っていましたが、まあ、さすがに相手が厳しかったですね。ただね、今回は上巻となっていますので、下巻発売はまあ近々されるとは思います。とりあえずね、来年の1月新刊にはラインナップに入っていませんでしたので、まあ、2月以降で早めに発売してほしいですね。ということで、今週の第1位に輝いたのは、第1位。初登場、電撃文庫、続魔法科高校の劣等生、メイジアンカンパニー第3巻。やはりね、なんだかんだ魔法科高校の劣等生は強い。
特にね、本編となるメイジアンカンパニーは格別の強さですね。妖術や SAO 外伝を抑えて危なげなく1位をかっさらっていきました。最新刊では主人公の達也が最強魔法であるマテリアルバーストを打つ展開となっていて、なかなかね、盛り上がる内容になっているようです。やはりね、達也の規格外っぷりが魔法科高校の劣等生の一番の面白さと言っても過言ではないので、最新刊はシリーズファンが満足する内容だったでしょう。ということで今週の第1位は電撃文庫続魔法科高校の劣等生メイジアンカンパニー第3巻となりました。来週は GA 文庫の新刊などもランキング対象になりますが、果たして魔法科高校の劣等生2週連続1位を取ることができるのか、注目ですね。以上、今週の売上ランキング動画はここまで。来週の結果が気になるという方は、この機会にぜひチャンネル登録してもらえると嬉しいです。新刊ラノベの紹介動画なんかもアップしていますので、購入するラノベに迷っているっていう人は、他の動画もぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。